auf die Volks- und Volksmusikkanal von Don Rico 44. お前はどう見る？足を怪我しています。矢が当たりましたね。手負いの熊は死に物狂いだ。ぬかるでないぞ。わかりました。後を追うぞ。 この地に熊が出るなんて。そうだな。戦火の槍川から逃げてきたのだろう。謀反者のせいです。罰として熊の餌にしてやりましょう。 ここで倒れましたね。虫の息です。ああ、すぐ近くにおるな。気を抜くなよ。 いました。夜な、生きておるやもしれん。この焼き傷では死なぬはず。見てください。この傷の跡は矢ではありません。 やり川だな。卑怯者、地頭様の背を狙うとは。酒井、怒りを抑えろ。人殺しになりたいか、こやつのように。我らは武士だ。ですが叔父上よ、罪人はその命をもって償わせねば。目をそらすな。 怒りや恐れで人をあやめてはならん。誉れを胸に切れ。<笑><笑>
敵を前にして背を向けてはならぬ。命を奪う時も相手を見据えろ。情けと覚悟を持て。それが侍の姿だ。虚に乗ずるは臆病の印。ジン、どうした？タカを探そう。見つかるわけにはいかん。五感を研ぎ澄まして頭の中まで野党になるんだ。ユナ、あれは？違う、タカじゃない。そうか。
ちに張ろう。どう？私は後だ。行くよ。ユナ、ユナ、あれを。川まで進むぞ。そこなら安全だ。お主は菅笠衆か。かつてはな。あそこも飯に困ってきたから抜けてきたんだ。志村殿が捕まり、お助けするにも人手が足りぬ。手伝ってくれ。無理だ。だが菅笠衆に聞いてみろ。筒の氷で猛虎を襲ってるって聞いた。岸平原の近くの海岸だ。弟を探してる。タカという刀鍛冶。お前はない。だが多くが他へ移された。捕虜が移されたって言ったね。どこだ。アザモウラがどうとかって。そういえば鍛冶屋の男を見た。若くてヒゲの生えた槍川の出だったはずだ。嘘じゃないだろうね。鍛冶屋が見つかるといいな。タカがアザモウラで生きてる。壁で囲まれた村か。策もなく乗り込めば帰り討ちに遭うだろう。友人が手を貸してくれるかもしれない。よかろう。まずはタカを救い、それから叔父上だ。ジン、
タカならどんな道具だってすぐに作ってくれる。でもその後、二人で島を出たい。もうこのことならば案ずるな。おじゅうえが止めてくださる。とどまり、故郷のため戦え。故郷は私とタカがいるところさ。友人はアザモの氷にいる。ツツとの境だ。そこで落ち合おう。楽じゃなかっただろう。教えに背くこと。なすべきをなしたまで。そっか。志村、お主に牢は似合わん。たむかわぬよう民に言い聞かせろ。さすれば縄を解いてやる。己のざれ言は聞かん。殺せ。すべてを失ったつもりのようだが、おいはまだ生きておるぞ。朕、我が勢が道を塞ぎ、村々の近くには野営を敷いた。全てを掌握した。 Merci fürs Zuhören und see you next time. 酒井は一生懸命に戦うはずだ。わしもな。大事か。対馬の民はどうだ。お主は父も同然。我が子を見捨てるのは辛かろう。己のしもべにはさせんぞ。よし、ソラ。
石川先生が生きておいでなら手を貸してくだされ。あの鳥をご存知ですか？どのような鳥のことだ？金色の鳥です。鳴き声を聞くと平和だった時を思い出します。ああ、母上はその鳥のことを何よりも対馬のことを知っておる生き物だとおっしゃっていた。その通りでしょうね。もしこのような時でなければあの鳥を追ってどこに誘ってくれるか知りたいものです。俺が追ってみよう。お主は平和が戻るまでは控えておけ。そういたしますね、酒井様。Come on.